ライアン・ホイット・ニー・ニューマンはアメリカ合衆国の子役であり女優、モデル。アメリカ合衆国の西海岸にあるカリフォルニア州ロサンゼルス郡マンハッタンビーチにて生まれた。姉にジェシカが一人いる。幼き日のニューマンはダンスと歌唱が好きな子であった。3歳頃からオーディションを受け始めた。やがてニューマンはクラフト・フーズ社のコマーシャルのモデルに起用され、 本格的にデビューした。それは約2年余りの長きにわたってブランドの広告塔を務め続けた。2006年、ニューマンはアクションコメディ映画キャプテンズームに出演しシンディ・コリンズ役を演じた。この時、空手を学んだ。キャプテンズームでヤングアーティストアワードにノミネートされた。同年、3D アニメーション映画モンスターハウスではモーションキャプチャーに挑戦した。 2007年、ニューマンは、マイリー・サイラスが出演する、テレビシリーズ、シークレット・アイドル・ハンナ・モンタナにおいて、若き日のマイリー・スチュワートを演じた。これによりまた、ヤング・アーティスト・アワードに、ノミネートされた。2009年、ニューマンは、ディズニー・ XD 制作のテレビシリーズ、ジーク・アンド・ルーサーで、ジンジャー・ファル・コン役を演じた。これにより2010年度のヤング・アーティスト・アワードの、 ベストパフォーマンスイン ATB シリーズにノミネートされた。同部門には他にディズニーチャンネル制作のシークレットアイドルハンナ・モンタナでノミネートされたマイリー・サイラス、ニコロデオン制作のアイ・カーリーでノミネートされたミランダ・コスグローブなどそうそうたる顔ぶれが同時にノミネートされていたが、ニューマンはそれらライバルたちを抑えてヤングアーティストアワードのベストパフォーマンスイン。 ATB シリーズを受賞した。ありがとうございます。